厚生労働省は公的年金の将来の保険料と給付の在り方について5年に一度の議論を始めます。国民年金の保険料の納付期間を65歳までの45年間に5年間延長した場合などを検証します。公的年金の財政検証は5年に一度行われていて、人口や経済状況を長期的に見通し、制度を改正した場合の財政に与える影響を試算します。具体的には、国民全員が加入する国民年金の拠出期間を、60歳までの40年から65歳までの45年に5年間延長する案を試算するということです。加入者にとって保険料の負担は増えるものの、将来受け取る年金は多くなります。一方、国にとっては給付する年金総額が増えるため、年金財政への影響を検証します。また現在、会社員や公務員が加入する厚生年金について、賃金や労働時間の要件を緩和して、パート労働者らにも適用を拡大する場合の議論も行います。このほか、一定以上の収入がある高齢者の厚生年金を減額または停止する在職老齢年金制度についても、緩和や廃止した場合の影響を試算するとしています。厚労省は夏ごろに検証の結果を公表し、年末までに実施するかどうかを取りまとめたいとしています。